日本とネパールの関係では、日本とネパールとの関係について記述する。両国間において、正式に国庫が樹立されたのは1956年のことだった。ネパール、カトマンズのボダナートにある川口訪問の記念碑、チャンドラ・シャムシェル首相近代日本とネパールの関係は、1899年、日本人僧侶の川口栄会によるチベットでの物点収集のため、 ネパールに入国したことから始まる。また、同時代の1902年には、ネパール政府、チャンドラ・シャムシェル首相が8人の留学生を日本へ派遣したことは、日本とネパールの交流の先駆け的な存在である。その後、両国の交流は、ネパールに強い影響力を持っていたイギリスと日本が、戦った第二次世界大戦において一時中断したものの、1956年に、 正式な外交を樹立し、政府、民間ともに再開させ、現在に至る。2008年にネパールは、王政を廃止し、政治体制を変化させたが、それまでの皇室、王室間の交流や、議員交流、1998年11月に、ギリジャー・プラサード・コイララ首相が、ネパールの民選首相として初訪日、2000年8月には、 森総理が日本の総理大臣として初めてネパールを訪問したなどの交流の積み重ねもあり、日本との関係は良好な状態を保っている。また、2008年4月、2013年11月の政権議会選挙に選挙監視団を派遣した。前述の通り日本とネパールの政治首脳の外交交流は、1998年11月にコイララ首相が、 ネパールの民選首相として初訪日し、2000年8月には森吉郎総理が日本の総理大臣として初めてネパールを訪問した。2007年10月10日、サハーナ・プラダン外相は来日し、日本の河村正彦外相と公式に会談した。その中で、プラダン外相は日本の投票箱の供与や国連監視団の協力に感謝し、 日本の国連常任理事国入りを支持した。また、毛沢東派のプラチャンダ議長は、政権就任前、日本にガジュレル政治局員を非公式に派遣した。ガジュレルは、日本、ネパール友好議員連盟会長の2回、都市広衆議院議員や、当時の木村人志外務副大臣と会談し、また、共同通信のインタビューも受けた。2008年7月16日には、 政権議会発足後初めての要人訪問として、日本から宇野おさ外務大臣政務官がネパールを訪問、ギリジャー・プラサード・コイララ首相のほか、モーハのプラチャンダ議長ら各党の幹部と個別に会談し、2012年4月には、黒葉孝一郎外相が日本の外務大臣として35年ぶりにネパールを訪問した。また、橋本龍太郎元総理は、 日本産学会員でもあり、サンドネパールを訪れ、交流を深めた。日本国政府は、国連からの国連ネパール政治ミッションの派遣要請を受け、2007年から2011年までの約4年間、計24人をネパールに派遣し、包括は平行為の規定の元武器及び、兵士の管理の監視や政権議会選挙の計画、準備、実施、監視などを行った。 1960年、1975年に、皇太子秋人親王夫妻がネパールを訪れたほか、数名の皇族がネパールを公式訪問している。1978年、1983年、及び1985年には、ビレンドラ国王夫妻が日本を訪問したほか、幾度か王族が日本を訪問している。2008年に、ネパールで王政が廃止されて、以降、 両者の間に公式な接触はない。1999年から2014年11月現在に至るまで岡山県に本社を置く日本の通信販売会社である山田養蜂場はシャムバハドル・ダンゴールの協力のもとネパールの首都カトマンズ近郊に約45万本の木を植樹してきた。さらに2013年からは横浜国立大学名誉教授 宮脇明の指導に基づき森林再生活動を行っている。2014年2月、ジャイカ投資専門家がネパール投資長を訪問した。1902年、ネパール政府は8人の留学生を日本に派遣した。この8人の学生らは17人の側近とともに近代ネパール人として初めての外国訪問として日本に到着した。 そして、8人の留学生たちは、東京で下宿し、東京帝国大学、東京高等工業学校、農科大学の3つの国立大学に入学し、軍事工学、鉱山学、農学、機械工学などを学んだ。このうちの1人は、日本の柿、栗、菊、藤をネパールに初めて持ち帰り、栽培に成功した。1937年に10棚。 シャムシェル首相は日本への再度留学生の派遣を提案したが、第二次世界大戦勃発のため実現しなかった。戦後、日本とネパールの関係は1956年に国交を樹立し、1966年、ラーム・バルマとオムカイヨシハルらにより、カトマンズにネパール初の日本語学校を設立、1968年には、 トリブ版大学国際言語キャンパスの中に日本語化が設置された。また、1973年には日本留学生同窓会ネパールが設立された。これは南アジアで一番古い日本留学生同窓会である。2011年5月現在、在日ネパール人留学生が2016人滞在し、総外国人留学生数の 1> 約1.5%程度の割合を占め、これらの学生の内約40%が日本国政府、文部科学省からの奨学金を受けることのできた国費留学であり、日本の大学教授からの推薦で文部科学省の国費留学により来日する学生は毎年約20人である。在ネパール日本国大使館も毎年国費留学生を募集しているが、 5人から8人程度と少ない。日本へのネパール人留学生は南アジアの中で毎年増加傾向にある。2015年には在日ネパール人留学生の人数が16,250人に達して在日留学生の国籍別で韓国を抜き、ネパールが中国とベトナムに次ぐ第3位に躍り出た。 2016年の在日ネパール人留学生は19471人で第3位を維持。2017年には在日ネパール人留学生が21500人となり、第3位を維持しつつ、初めて2万人の大台を超えた。一方で、2012年6月現在、ネパールにおける日本人を含めた外国人留学生の受け入れとして、 ネパール初の国立大学でもある、トリブバン大学が7人の日本人と、その他129人の外国人にネパール語やネパールの文化を教授している。ありがとうございます。